お疲れ様です。今回も FX の話題でございます。あの、最近朝のライブ放送で FX のことをね、えー、日々話しているのを聞いて、えー、この方がね、メッセージをくださいました。下の方のタイトル見てください。ちょうどね、1年ぐらい前に紹介させてもらった方なんですけども、FX 月収100万円突破、元介護ヘルパーの人生逆転って書いてますけども、あの、お話した通りね、 この介護士の方は別に月収100万なんて突破していません。まあ、そういう夢を抱きながら、介護士4年目、給料15万弱の未経験から FX をスタートして、昨年ですね、1年ぐらいやって、えっ、ー、と、1年目の9月10万円を突破しましたっていう風なメッセージが来たんで、それを読み上げた動画になります。で、あれからね、またね、10ヶ月経ちまして、2年ぐらいになったんですよね、この方ね。 だから当時33歳だったんですけども、今34歳になりました。介護士の経験5年目で、で、給料は変わってないというとこです。で、2年目になったんでね、その実績を送ってくださったんで、それだけ読み上げます。えっ、ー、と、この時は9月の実績が10万突破ってことだったんですけども、その次の月10月は8万円、11月が4万、12月が6万、 1>, 1月が2024年になりまして7万、2月が5万、3月6万、4月が8万、5月が6万、6月が8万というところまで書いてくださってます。えっ、ー、とね、月間で10万円を突破したっていうのは昨年の9月だけだったんですけども、あとはね、あの、月間の利益が4万とか5万っていう時もあるんですけども、えっ、ー、と、今のところね、10ヶ月連続で勝ち越しですね。 で、この方は、給料が14万とか15万だっていうふうに言われてましたんで、このぐらいのプラスアルファの、まあ月収がプラスオンされたら、かなり助かるんじゃないかなと思いますね。だから、もっぱらヘルパー34歳で、20万円以上の収入と副収入合わせてがあるよってことですね。はい。ということでね、月収100万じゃなくても、こういったやり方もあるんですよ。 投資家ヘルパーっていうふうに私は呼んでますけどもね。ヘルパーをしながら自分もトレードしてる。で、お休みの日が基本的にはあの土日なんですけども、それをね、平日のシフトとかとうまく組み合わせて夜勤入ったりとかして、で、カ、えースイモコを中心にトレードしてるらしいですよ。まあですんでね、まだちょっとね、生活が落ち着かないところがあるみたいですけども、とりあえずトレードで、 まあ大体勝ち越すことができているということらしいです。で、コツは、なこの日は難しそうだなと思った日は、花からやらないってことらしいですね。で、投資の方で、FX の方で、やっぱりこう不安定な収入なんですけども、でも、介護士として、最低14万から15万、毎月もらえてるんで、そういう意味で言うとね、投資で仮に、あの全然稼げなくってもね、生活に いきなり困ることはないっていう余裕が両方とも頑張らしているっていうふなお話でございます。ね。追跡調査をしたわけじゃないんですけども、この方から最近のライブ放送を見てね、メッセージをいただきましたんで、えー、紹介させてもらいました。あれからもう勝ち越して10ヶ月連続勝ち越しですね。まあ派手な勝ちはないですよ。でも、これが仮にね、まあずっと、例えば10ヶ月続いて、 だから年間で80万ぐらいの FX のプラスになるはずなんですよ。この今のね、読み上げを計算すると。そしたら10年で800万、他のヘルパーさんと収入に差がつけられるってことなんですよね。20年で1600万ですよ。ね、そのまま何もしなくても、積み立ちさ者みたいなもんでしょ。ううん。だからこういうふうに、うまいことバランスをとってね、FX にがっつりと身を預けるわけではないんだけども、でも、介護士も、 FX の収入があるから余裕を持ってできるというふうなね。いいバランスじゃないですか。うん。だからこれを40代とか50代でもこれを保っていけますかっていうのはこれからね、この介護士ヘルパーさんの精神力の問題になってくると思いますけどね。うん。もしくは FX でガーンと稼ぐような野望をいつの日か持つかもしれませんね。うん。まあでも、介護士もやめてほしくないな。多分ね、介護士、この人ね、ものすごく合ってるんですよ。 うん、介護士が辛いなんていうことは聞いたことないですからね。ただ給料が上がらないから副収入として FX を考えてるみたいな話だったんですけどもね。はい。じゃあ以上です。また、あの、メッセージ来ると思いますので紹介させてもらいます。